今日は P6 の洗車をしました。すごい汚れてて、もうですね、2ヶ月ぐらい多分洗ってないような気がするんですよね。土日がまあ天気悪い日が多かったのと、土日晴れてても月曜日から雨っていうことが多かったんですね。もうそうなっちゃうとちょっと洗ってもしょうがないかななんて思って、そんなのがずっと続いてですね、多分まあ1ヶ月以上は間違いなく洗ってませんね。でも私雨の日でも通勤でもう毎日乗るので結構汚れるんですよ。それで今日はもう本当しっかり洗おうかなと思って洗車しました。エアクリーナーボックスだけなんかやたら綺麗だったんですけど、これはですね、昨日ですかね、清掃してその時にちょっとまあ拭いたんですね。それで綺麗なんですね。それで今挨拶してきた子がですね、私が前にアップした動画の、私のスクーターが子供のおもちゃになってるって動画 あるんですけど、それの子ですね、結構頻繁に遊びに来て、スクーター珍しいでしょうね。よくまたがって、ハンドル右切ったり左切ったりして遊んでますね。で、私の洗車はですね、以前にも洗車の動画アップしたんですけど、磨き傷をなるべくつけたくないんですね。それで、スポンジとかは使わずに、シャムワウっていう、吸水力のすごい、こう、布っていうか、なんていうんですかね、タオルがあって、それが本当にすごい吸水するんですよ。これで、洗うとですね、あまり傷つかないんですね。で、これで洗ってますね、普段は。で、今回は拭き上げは、こうパタパタこう押さえつけるような感じで拭き取ってしまうと、やっぱりこのシャムワウでも傷入ってしまうので、こう押し付けるっていうか、そんな感じで吸い取って、その後にエアーで飛ばすって感じですね。で、私のところはコンプレッサーがあるので、ここで今洗って、ある程度ざっくり水気を取って、でガレージの中に入れて、そこでエアーで飛ばすって感じですね、普段。それでどうしてもこう落ちなかったところは、コンパウンド使って汚いところだけこうコンパウンドで落とす、そんな感じの洗車です。このシャムワウの動画、私といえば 2,3 本上げてるはずなんですよね。概要欄の方にリンク貼っときますので、ぜひ見てください。これ本当にすごい吸水力で、確か質量の11倍をなんか吸い取るとかっていうタオルなんですよ。でも、ものすごい吸水力ありますね、これは。洗うときも、こう、いつまでもこう、水分も保っててくれて、で、拭き取りのときなんかは、もう、大体ほとんどの場所、こう、一回なぞるだけで、拭き取り終わっちゃいますね。で、何回もこすって、こう、拭き取んなくていいんで、傷もつきにくいので、本当におすすめですね、これは。今この使ってる洗剤なんですけど、100円ショップで買った安い普通の中性洗剤ですね。カーシャンプーみたいなのでね、いいやつだとこうワックス効果があるようなのもありますよね。それは持ってるんですけど、古いやつが、かなり古い10年以上前のやつまだ持ってるんですけど、泡立ちがいまいちで、私あまり好きじゃないんですよね。それで今回は使わずに、中性洗剤だけで洗ってますね。他の方の洗車の動画を見たらですね、コイン洗車場みたいなところに行って、今泡が出て、こう雪が降ったような状態になるやつあるじゃないですか。あれ、ぜひちょっとやってみたいんですよね。あれでちょっとね、泡にしてしばらく5分なりほっとけば、汚れが分解されて、あと水かけるだけでなんか綺麗になりそうですもんね。やっ
ってみたいんですけど、ちょっとかなりこの間見に行ったら金額高かったんで行ってません、やってませんね。で今これスクリーンを洗ってるんですけど、タオルとかで洗っちゃうとこう線入っちゃうんですよね。それでこれ一回線入ってしまうとコンパウンドでその線消すのすごい大変なので、だいたい私毎回こう手洗いですね、ここの部分は。でこれジビの大きなスクリーンついてまして、これまあ高いんですよね。輸入して運賃も高いし、品物自体も高いし、でこれはちょっと大事に使ってます。私これが PCX 2代目なんですね。125一番最初の型ですね。でこれが ESP のエンジンになった150の PCX なんですけど、前の125にも同じものつけてたんですね。で今回もうどうしてもこれじゃないとスクリーンやだなと思って、もまた輸入しちゃいました。でこれこのスクリーンですね、真冬に本当に助かりまして、幅もあるし高さもあるので、風を直撃しないんですね、体に。それでまあ直撃しないもんで体が冷えないので、真冬でも快適に走行できますね、これは。で私新型の PCX に買い替えようかなと思ったこともあったんですよ、実は。そしたらまあ当然このスクリーンは新型のにはつかないですよね。それで新型のはメーカーから純正でロングスクリーン出てるんですけど、見に行ったんですよね。そしたらちょっと幅的にも狭いし、それでまあどうしてもやっぱり真冬の通勤でね、寒い思いするの嫌なんで、まあ、未だにこの PCX 乗り続けてますね。多分これからも当分乗りますね。ここでシャムアウを取り替えてですね、今度吹き上げですね。もう傷つけないようにとにかくこうペタペタこう押し付けるというか叩くというか、そんな感じで水分取っていきますね。で本当にここはもうざっくりの拭き取りですね。その後エアで飛ばそうと思ってます。本当にこのシャムアウすごいですね。本当ぜひ動画見てください。リンク下の方に概要欄に貼っときますので、ぜひ見てください。これはすごいです。本当に私も一番最初に買ったのだいぶ前なんですけど、もうそれ以来ずっとこれ使ってますね。何回か買って、でたまにホームセンターとかオートバックスとかで車用の買うんですけど、だいたいこう吸水力がいまいちなんで、まあ、ほとんど使わないですね。でもうやっぱりシャムアウまた買うって感じで、これ以上のものは未だに見たことないですね。でスクリーンなんかも引っ張っちゃうとこのシャムアウでも傷入ってしまうので、こうパタパタ叩いて水分取ってますね。PCX のシートのコブあるじゃないですか。あそこ水かかるとこう隙間に入り込んでて、でこう周り拭き取って大丈夫かななんて思って座るとこう水が垂れてきてお尻に、ね、水染みちゃってなんてことよくあるんですよ。でまあ今回はもうコンプレッサーあるのでエアで飛ばすんですけど、私インターネットで探してたらですね、とか日本仕様じゃない PCX だとコブのないシートが最初からついてるらしいんですね。でそのシート欲しいなぁなんて思ってて、でまあ確かヤフオクだったかな、なんかそんな高くない値段で出てるんですよ。でまあ買ってないですけどね。でまああったらお尻濡れなくていいなぁなんて思ってますね。で今これガソリンのこの給油するとこ蓋開けたところにですね、結構こう砂とかホコリが溜まってたんですね。それ洗うの忘れてて、でまあ
まり水かけて、ね、いいところではないんでしょうけど、逆に砂とかホコリがこう給油キャップ取った時に中に入った方が嫌だなと思いまして、今ちょっと掃除しました。今ここ指で触ってたところは白と黒の間の隙間にこう汚れが溜まってたんですね。そこをちょっと拭いてましたね。それでこの動画なんですけど、この後、まあ、拭き取りが終わってざっくりですけどね、でその後エアで飛ばすんですよ。でその後に落ちなかったところをコンパウンドで綺麗にしていくんですけど、パソコンの性能的にもこの辺までの編集が限界なので2回に分けさせてもらいます。ぜひあの2部パート2作りますので、そちらもぜひ見に来てください。どうも見ていただいてありがとうございました。